防犯とは、犯罪を未然に防止することである。防犯は、家屋に侵入してくる犯罪者に対して予防したり、また危害を加えられそうになった時に抵抗するための、用具を携帯する、受動的防犯と、地域を巡回したり、家庭を個別訪問して、犯罪の目を罪み犯行を未然に防ぐ、能動的防犯とに分けられる。空き巣や防犯等、予測し得る犯罪に対して、 あらかじめ防御策を講じることを言う。空き巣に対しては、現在従来のような一般的な家庭において、使われてきたシリンダー式の錠が、ピッキング技術の発達により容易に破られることが多くなったため、二重市場や監視カメラとの併用などを持って、さらに防犯を強化する必要性が出てきている。例えばマンション等では、オートロックに加えて、カラーモニターや録画 録音機能を持ったインターホンを設置したり、立ち入りに ID カードを必要とするなどの対策が講じられており、個人住宅でもカラーモニター付きインターホンの設置や、警備会社との契約によりブザーや警報、通報装置等で空き巣を未然に防ぐ方策を取る、家も増えている。また、通り魔や防寒に対処するため、スタンガン、催涙スプレー等の、いわゆる護身用具の所持、 あるいは燃焼者に対する誘拐等に対処するため、防犯部材や GPS を自動に所持させる例が2004年頃から急増している。防犯パトロール能動的防犯とは、あらかじめ犯罪の起きやすそうな場所をなくしたり、町内で見回りをする等、犯罪の起きやすい環境を改善していき、結果的に犯罪を防止しようとする動きである。あるいは、ごく軽微な違反を、 徹底的に取り締まることによって、それにつながる犯罪を抑制しようとする、割れまど理論もこれにあたる。具体的には、地域やコミュニティが主体となって、周辺地域の見回り、声かけ等を行い、犯罪に対する注意を喚起する犯罪者に、この地域は犯罪に寛容ではないと思わせる住民の目から視覚になる場所を発見する等の効果を期待する、ものである。 犯罪を犯そうとする者に対する対象療法的な受動的防犯に対し、能動的防犯はその地域の環境そのものを変えていこうとする活動であるため、個人ではなく地域や場合によっては市町村レベルでの取り組みが必要である。日本の交番制度は防犯を目的に創設された。つまり、外勤の警察官が絶えず町の動向に目を配り、住民を把握し、 不審なことがあれば犯罪が起きる前に対処した。かつての日本では警察官が地域住民を訪問し、茶飲み話の中から情報を収集したものだが、高度経済成長以降は、特に都市部では住民の出入りが激しくなり、住民の把握が困難になったことから、警察官の訪問はほとんど行われなくなった。現在は訪問の代わりに、 職務質問を積極的に行うことを重視し、パトカー等によるパトロール活動を強化している。職務質問を強化した結果、覚醒剤等の禁制品所事犯や窃盗犯の検挙に成功するなど、全国各地で多大な成果を上げている。警視庁等の警察が提唱する児童の防犯標語。行かない、乗らない、大声を出す、すぐに逃げる、知らせるからなる造語。 各警察が広報するイメージ画では、可愛くデフォルメされたイカが背中にシャリを背負った、キャラクターが使われている。創作同様歌手グループ、キラキラにより、イメージソング、イカのお寿司も制作された。犯罪抑止のための防犯標語。誰か必ず見てるぞ、犯罪のない街などの標語に大きな目のイラストが、添えられた防犯ポスターが作成され、地域の掲示板などに掲載されている。 ありがとうございます。